はい、ガイ y s w ク l c o m e back to コニーです。ビデオとモーションデザイナーしてるクリエイターコニーです。ということで、ベストヒットの方が、えー、無事に終わりということで、今すごいことになっておりました。日本と世界のトレンドもすごいことになっていたんですが、ちょっと演出面のところとかのお話をね、クリエイター目線でカメラワークとか、まあ問題の大阪万博会場どうだったのかみたいなところもちょっとお話をしていければと思いますので、アイリーズの方で、えー、登録してないチャンネル登録まだだよという方、ぜひチャンネル登録もしていただけると非常に非常にあのハピネスでございます。よろしくお願いします。で、ベストヒット。えー 2024ということで7時で始まって9時台の出演でございましたけどまああの昭和ソング昭和ソングカバーとかもあっていろいろと面白い企画ばかりだなと思ってたんですけどトレンドもやばくってベストヒットまあ圧巻のステージだったわけですがなんか普通にここら辺のトレンドがね世界のベストヒット歌謡祭で2番目に入ってましたねボーンフロム、えー、関西万博会場 USJ の会場のからのパフォーマンスもありましたけれども ここら辺もちょっとお見せしようかと思います。日本と世界で1位2位で両方入ってますね。さすがですね。この時間帯、アクティブユーザー数が多いのが世界で日本が2番目に多いのかな。アメリカで次いでな。なので日本さすがだなって感じはするんだけど。ベストヒット世界と日本で1位入ってて、ボンフラム関西万博会場が2位に入ってます、ね、すごいね。やっぱナンバーエのファンダムって本当に大きいんだなっていうのをアイリーズの大きさを改めてトレンド入りの仕方で日々日々感じております。今日この頃。はい。 ちょっと演出面を見ていこうかと思っておりますけど、こんな感じで、たくさん皆さんコメント上がっておりますけど、まさかのこの衣装ね、久しぶりの展示会とかでも展示、これあの衣装、この衣装着てたから、なるほどねと思ったんだけど、ダイスさんもめっちゃかっこよかったですね。なんかあの赤衣装で赤照明っていうか、こんなに撮影向きの、なんだろう、大屋根リンクちょっと政治的な問題でいろいろとあったけど、なんかちゃんとあの演出、こうやって、 ちゃんとした方がやるとこれだけ綺麗に撮れるんだと思ってなんかぜひ他の回でもねやってほしいですよねあの披露してほしいですよねこういうとこでねこれが始まる前のやつですねなんかめちゃくちゃかっこいいんですけど今回皆さんこんばんは今回ベストヒット歌謡祭で披露をさせていただくのは「<お>ボン」という楽曲なんですがやっぱ注目ポイントと言ったら「ボン」なのか「ボン」なのか「ボン」なのかどっちなのかジンくんは「ボン」だね すごいね。こことね、あった、はい、僕たちの和のテイストが入っている。ちょっと、ツヤ感、今日やばくないですか、お三方。雪肌精、雪肌精からあの、顔と体ね、染み込ませてるから、毎日。透明感、ツヤ感がアップしております。はい、もう、すごいなぁ、昴生さんもめちゃくちゃ CM 打ってくださってるし、めっちゃスタイリングもいい。ちょっと、岸君、こういう感じだね。こういう感じだね、岸君。で、翔さんは、まあ、普通におろしての感じで。 若干トリムしたかな、短くなったような気がするんですけどかっこいいですよね髪色ちょっとブロンドなんだけどウェーブかかっててパーマかかっててめっちゃかっけ神宮寺さんは安定の黒髪ベッド僕たちの和のテイストが入っているボンというかやらせてもらうのがポイントなのかなと思いますお辞儀さん見てください <laughs> お辞儀ーーお辞儀に返した平野さんお辞儀に返した謙虚やらせてもらうの、ん、が和のテイストがね 見てください,い,い <laughs> ゆるゆるゆるる見てください <laughs> キスさんゆるゆるなのよね。<laughs> 始まる前ゆるゆる <laughs>。終わり尺が長くてちょっと最後エンディング要請みたいになってましたね。<laughs> かっけえいいですね。多分リックオンエンスとか入ってるんね。確かね。アイロのやつは中のブランドリックオンエンスとかシューズであのスタイリングされてましたけど、ちょっと和と洋の感じして和洋折中感もいいし。 なんかバギーパンツっていうか結構あの Y2K なパンツで合わせてくる感じスタイリストさんがマジで大優勝してましたけどこちらが演出ですねなんかレッドのライティングがめっちゃ鬼滅っぽいでペコリーさんとモンジュさもう入り方結構良かったと思いますよこれカメラワークこじんわり寄せていく感じ、うん、すごくいいと思いましたよ私は <laughs> 私はとか言ってでじわじわ寄ってってで後ろからライティング5個を当ててる感じなんだね 後ろ砂になってるのかなっていう感じだったんだけどこのキザの体勢あの番組によってあのこのキザの体勢から入らない入らないパターンもあるんですけどちゃんとあの和な感じを出すためにこの武士道を感じるキザの体勢鬼滅の無限城ぐらいな感じの雰囲気だね雰囲気めっちゃ荘厳な感じが出てていいですね やべえ。<laughs> <すげえ笑>入りから <laughs>、入りから平野さんのラップがやばいです <laughs>。こっちじゃないとこの曲無理だよね、うん。ハンドマイクでやると、あの、キザできないし、振り付け相当とか、ライティング青にもできるし、ここまでできるんだね。最近完成したってのは知ってるけど、こんなライティング遊べるんだとか思って感動しております。入りから、あの、やばい。覇王感がやばい。で、じわじわズーム寄ってって、 いや、ちょっと、ここのパートだけでも、すっげえ揃ってる。全国ツアーを経てやっぱシンクロ率上がってないですか毎回パワーアップしてくる。ターンターンここターンターンのところもめっちゃ揃って。翔さんのハスキーボイスの低音ラップ、まジでかっけえな。地上波でかましたね。ちょっと、さすがにベストヒット、注目度高い番組だし。 有名どころのボーイズグループ、ガールズグループ、ほとんど出てるので、新規の方も見てくださったと思うんですけど、どういう反響になってるかっていうところよね。やっぱ、ボンね。まあ、稲妻稲妻ね、結構、あの、いい意味で、サビがキャッチーだから、良くも悪くもズマズマバズったけど、ボンは改めて、翔さんセンターでも、プロデュースも翔さんでっていうところ、和な感じで,で。建設の方が、設計した方が、まあ、ボン踊りをここ,のここで世界中の人とやりたいみたいなことを話してたんですけど、まあ、ボン踊りが入ってる楽曲って、 本以外に最近リリースしたことあるかって思ったけどないから、まあ、設計のプロデューサーの方も結構めちゃくちゃコンセプトぴったりで何倍の本っていうのがピンときたんじゃないかなと思うんですけどめっちゃロケーションいいですあカメラワークいいじゃんカメラワークいいじゃん寄ってくれてていいじゃんちょっと若干あのカメラマンの影が入ってってるけどね翔さん寄った時の美ジュいねあのなくしちゃったリングがやっぱりいい,い,い味出すんだよね右の拳をさあこう 振りかざすときのところがここのところとかで指輪がちらっと見えてキラってしてで後ろちょっとピンクブルーイエロー3色ぐらい入れてる感じかな今もありだと思いますけどレッド1色でも全然ありっていうぐらいうんで後ろから光入れて前からもちょっとちょフェア調節が難しいよねうんいい感じいい感じ すごいな歌って歌ってるんだよね、ここ。このパートもちゃんときしく。音源すぎて口パクかと思っちゃうぐらい口から音源なんだよね、きっさん。表情もいい、やっぱり。やっぱり立婚園すらね、これシューズ。靴もめっちゃ可愛いパンツも。超可愛いい。<laughs> まっ、<laughs> ここの横のパートめっちゃ良かった。 なんか黄色っていう色あんま合わないかも。うーん。黄色はいらないか気がする。ブルーもちょっとなんか微妙だね。赤が一番いいかなと思う。いろいろいろやりたくなったの分かる。からの。ちょ、右からのアングル。右からのアングルで撮るキッサめっちゃかっこよくないか突然の冬打ちの右からスイッチング。ズーム入れてくれてて。はい、あ、かっこいいですね。 いいですね、なんか岸くんは髪を下ろすとコインっぽくなって髪あげるとめっちゃダンディー <laughs> ダンディー <laughs> お兄さんになる <laughs> ここここが多分あの設計した方一番やって欲しかったパートだと盆踊りをして欲しかったんですぴったりだね後ろすっごい奥行きあるじゃんこのロケーションってか大屋根リングさんすごい ジンク、世界観の作り方すごいんだけど、ジンクのパートから。ちょっと左上から低めで撮っていく感じね。青と下、下に青で奥までレッドにしてね。いいじゃん、いいじゃん。この2色はまあまあ間違いないけど。<laughs> すごいわ。ここだけショットだけ見ると、ここで MV も撮れる。パフォーマンスビデオ撮ってほしいぐらい、すごいロケーションですわ、これ。ひゃー。 だって300億円以上かけて作ってるんだもんね壊しちゃうんでしょ後でもったいなすぎないか税金の無駄遣いすぎないかってたまに思ったりするんですけどジンくんいいここいいねここの一瞬で分かるあの表情管理の視線の使い方それぞれめちゃくちゃうまいねカメラマンもここでちゃんと正面に戻したのないですよねズーム入れて戻して このパートこんな綺麗になってるの、盆栽になってるんだね、こうやってね。改めて見ると、背景もいい感じです。うん。なんか、やっぱ衣装がこれでしょ盆でしょ盆のこのレッド衣装でしょ背景赤でしょで木の感じ盆栽もまあ、植物だから、ある意味この大屋根リングの、何倍のための大屋根リングなのかもしれない。はい、来たよ、ケイシー。 いや、この曲、マジで本当に改めて、稲妻を経て、あの、盆の難しさを痛感している <laughs>。昔もなんかもう、すごいいろいろ詰め込まれてて。いいよね。ぬくつこの先にマジ。未体験、いやささが。ここの足のステップを下から取ったの最高。内ちは、よ、もっと寄って、もっと寄って。あ、もうどこで呼吸してんの、神宮寺さん。天才すぎるよ。マジで音源、口から、神宮寺さんも。 ちょっと色気ダダ漏れだね、ジンくん。カメラマンもちょっと難しいよね、これね。ここ難しいよね、ここどう撮ればいいのかっていう。スタジオの最近の NHK の v e ューのカメラマンとかはもう動き慣れてるけど。難しいよね。生放送だしね。サビどうするあ、いいじゃん、いいじゃん。寄って寄って。いや、キレッキレ。すごい平野さんも福部さんに。 いつもとキレが違う。またパバージョンアップしてきた、ボン。ちょっと紐がさ、パンツの紐が垂れてる感じと、リコーエンスだと思うんだけど、このシューズのあ感じが、下半身の合わせ方、スタイリングが大優勝だね。めっちゃかっこいい。低音が、これだけ低音でここまで声届くのすごいんだよね。改めて翔さんの低音ね。うん低いんだけど、かつ届く低音っていう。 めちゃくちゃゃく難しいことしておりますいや、すごいプロデューサー、平野さん。いや、てかさ、日本もさ、ソフトカルチャーっていう意味ではさ、日本のカルチャーを世界に届けたいじゃないですか、万博は要は。そういう意味で、まあ、ちょっと政,治政治利用にはなってるけど、ナンバーを使ってプロモーションにはなってるけど、なんかある意味、 彼らのやりたいこと、日本から世界、日本の文化を持って、カルチャーを取り入れた楽曲、ヒップホップラップで世界を目指したいっていうところは、なんとなく、なんかマッチしたんだろうなと思って、そういう意味ではいいかなと思ったんですけど、まあ、政治云々は置いといて、ロケーションが非常にいいです。はい最高です。キレッキレだな。でんだ。 若干青と赤って難しいよねちょっとごちゃごちゃしちゃう感じしますよねいいこの2色は難しいと思ううんまあ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 でもすごい改めて3人のよきめんだ前髪上げてるからか流し方なのか岸さんがすごく年相応の色気を放っている男っぽい感じが出ている ささんさ後ろで髪の毛も一緒に踊ってんだよねすげえなって思うアイソレいいねアイソレーションでシさんのアイソレーション無駄なあ,あのあれが一切いないっていうもう,う,うアイソレーションするとこだけ浮いてる感じも一個心臓が飛び出てる感じそうこれがプロのアイソレーションようなっていう一切無駄な動きがない 岸君は胸筋とともにバウンスしてる感じうんめっちゃすごいセクセあっいい正面正面いい <laughs> うちの,のあの五光ライティングも一緒にボンボンしてるっていう <laughs> 頑張った頑張った <laughs> テレビ局頑張った頑張った演出頑張った頑張った右からいってはいはいはい翔さん胸元パックリ空いてるから色気やばいっすね今回ねめちゃくちゃ色気やばいっすね かんねライティング顔に当たっちゃうと色が飛んじゃうっていうか、綺麗に映んなかったりするから、外だしね、難しいんだけどね。いい感じです。かっこいいです。このさ、こっからのパートいいよね。タンタンでしゃがむところね、揃ってるね、ちゃんとこっからちょっと抜く感じ、脱力感、余力感、余裕感出していく感じ、めっちゃ好きです。最高です。はい。ちょっと若干ズームした後、岸くん逃したね、ここね。 顔顔ちぎれちゃったの。<laughs> 抜けてなかった。ほんと調子良さそう。ケイシーの調子いいね。めっちゃ調子いいじゃん今日。うん、ええー。あ青青ね。これだなこれ。全体照明当てるってうよりちょっと木の質感が見えるぐらいの今の感じがいいのかもしれない。うん。当てすぎちゃうと照明ね。木が見えなくなっちゃう。鉄筋と同じになっちゃうから。 ボートンの棒になっちゃう。でもいいわ。合ってるわ。大屋ーーのリングとボーンの相性が良すぎて。衣装もめっちゃこれいいね。新衣装で来るかなと思ったら、こっちで来たんだね。うん、有明のね。Yeah, うわぁやばここで <laughs> ズームにした。ちょっと天才。翔さんやべえ、ビジュアル。ここで。 ここのカチカチコレオがあってタン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 って髪の毛バサのタイミングでズーム入れる夜っていういやー <laughs> お兄さんかっこよすぎるぜ姿勢 <laughs> 堂お兄さんかっこよすぎるぜ規格 <laughs> 外防災マジで規格外だよ平野さん飛んでいけるはねください,んださい <laughs> なんだろうこのさ「王なんだけどやっぱりすごく品があって もう何、何ツヤ感、透明感もあって、画面、なんだろうが、顔面がすごく強くて、もうつまれる。ガシッて画面越しに掴まれる。それぐらいのインパクトを持っている、覇王の顔面、ビジュアルでございます。ファンデーションの色もちょっと今回めっちゃいいんじゃないかと思うメイクの、翔さんの肌に合ってる、白すぎなくて程よい。 はね、この感じね。翔さんのバイブスめっちゃいいね。で、ジくん、ここはね、ちょっとキーマンだよね。やあ。表情うまい。<laughs> 表情、キッさん、すごい。ここも本当お祭りだよね。メロディーがね。ぴったりマッチしてる。うん。なんか、 後ろにダンサーさんとか盆踊りのエキストラとか入っちゃうんじゃないかと心配したけど3人だけでよかったうんでもダンサーさんいるのもかっこいいですよねあのいつものダンサーさんだったらいいですよねここのこういうところの表情岸くん大優勝してたよマジであナイスナイスしかもいい感じでちょっとミドルショットぐらいで寄ってくれててありがたいですはいいや異常にいいあでもこれだねあのま。 ま、ブルーま、ブルーのより、ちょっとライト目のブルー、今のブルーとレッドの方が相性はいいと思う。序盤の青はちょっと、ちょっと強すぎる青かな。このライトブルーの、ライトセーバーのあるブルーぐらいのやつと赤だったら相性はいい。こっちのブルーは、ちょっと赤と混ぜるとすごいことになっちゃう。だから、こんくらいがちょうどいいと思う。モダンな感じもあるから、この楽曲、ラップ、ソンラップもあるし。あってるかな合ってる気がする。こっからいいじゃん、結構。 シュラキーからねカメラマンのさあ鍵がちょっとたまに写っちゃうよねこれで、ね、しょうがないんだけどさ <laughs> いやかっこいい平野さんプロデュースだけど次岸くんなんだよねどういう曲くるんだろうってな <laughs> すごいすごいすごいえっやさが3人でしたパフォーマンスしてるなんでこんな ダイナミックに充実感あるんだと、ども。男いないのにすごいよね、3人。ここのパート、極厚すぎて、神秘的です、最高です。こっちの感じ、質感見えるからいいじゃん、めっちゃ。ここはさ、足の角度一つとってもほんと綺麗だよね。翔さんの入れ方とか、膝の入れ方とかさ、後ろの W との合わせ方とさ。いそれが来るよね、もうそろそろ。 ここ、改めると、音ハめすごいね。この楽曲の、これを。パンデア、めっちゃ合ってるし。タタタタタ。ここもちょっとヒット、小刻みのヒット入れてるんだよね、岸くんも、ね。岸くんのヒットいいわ。ここでタタタ。めっちゃ音にはまってる、音ハめ。めっちゃ寄ります。カメラマンめっちゃ寄ります。ジンバル持ってこうやって,って。赤と青でね。 イーストサイドウエストサイド行く感じねはいはいいいんじゃねえですかこのズームはいいと思います結構広いんだね大屋根リング一周分だもんねなんか全然関係ないけどなんか搬入ができなくなったらしいですよこれ立てて搬入がしづらくなって途中設計途中でトラブルが起きたらしいまあ2ヶ月前にやっと大屋根リング完成したみたいでちょうどいいタイミングでしたね岸君表情どうした ショさん完全にかましに来てるんですけど、ひしくちょっと抜けた感じで、こういう感じ眉毛上げていく感じ表情管理の神でございます、ケイシー。ケイシーさんさ、パフォーマンスの時緊張絶対してないよね。抜くとこちゃんと抜けるからね。すごいよね。このステップカいいは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 い。ワイヤードフェスを超えたところ。 アイスソレめっちゃ綺麗に決まったやばい翔さんゾーンに入ってるね今日うわ綺麗綺麗なんか衣装の垂れた感じリボン垂れてる感じだとパンツの白の紐がいい味出してるんだよねこのアイスソレのワンアクセントになってうわ綺麗いマジで翔さんさ生で見たけど顔つってた3人スタイル良すぎてさ171とかで翔さん170 6ぐらい見える顔にちっちゃい。うキシ君も顔がこう豆粒。ジン君もマジでもうプリンスすぎて。カメラ越しでも伝わるよね、これ。すごい。顔ちっちゃいんだよね。綺麗なんだよね。お顔が。シューズがめっちゃ可愛い何度も言うけど。リックの。アいそレ最高。ハモった時もいいね。こっちのマイクなんだけど、結構ちゃんとさ、声乗っててすごいなって思うラップでも。低めの、低めのラップのパートでも。 ここのとこめっちゃすえすごいなんかパフォーマンスさするにさ連れてさなんか生きあうんの呼吸で合ってるんだよね最初の方とか揃ってないパートとかもあったけどもう今となってはもうもう綺麗に決まってるよねここの角度とタイミングとかべったしだったじゃんタン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 ,タン最高はい最高うわコレクすごい これすごい全部赤にした時のインパクトすごい <laughs> ここでパフォーマンスビデオ撮りたいな自分だったら運営だったらな。で YouTube に上げるっていう。いや素晴らしいいやー海外の方に見せたい日本の歌番組だけど本当にあのチームで MV とか PV 撮るプロのチームでライティングとかも制作会社で挟んでやってここで撮って海外の方に見てほしいね。 そしたら万博のいいプロモーションになると思うようよん日本の歌番組って動画上,がない上げられないじゃないですか、権利上。NHK とかもカットしたやつだけだし。愛されを。ちょっともう一回見て。三3人とも岸くんも髪の毛も一緒に踊ってるよね。すごい。岸くんの髪に注目。ダンダンすげえ ここのタンタンはタンタンはい、はい最高ですこここの振この振り付けパート大好きなんでさ、はい、スピード感が速いんだよね3人のダンススピードもあってパワーも乗っかってるから本当に迫力あるなって思う3人のダンスはパフォーマンス力と見せ方はやっぱすごいよね前世からの経験もあると思うけどいやーこの絵が最後バチッと決まったよかった一番最後はもう終わりよければ全てよしって言うけどめちゃくちゃ綺麗に鬼滅の なんとか上編みたいなの。この時、鬼滅の主題歌でもめっちゃいいと思うんですけど、この曲。いやー、なんか、アニメの主題歌来そうだよね。でもクリーピーさんが、あの、ビュリンバンバンボンと音のけ、ダダンダンの曲でも、海外でもバズりまくってる。次何倍もあると思うんだよ、ね、それはよしとして、いや、最高にかましてくださいました。え、こんなにかます っていうぐらいかましてくれましたね。ありがたいですね。ナンバーイスタッフさんの方も、ね、投稿もインスタ上げてくれててさんに私もコメントを残して、あの、いつも応援してますって、男性ファンですって入れておきましたけど、素敵なパフォーマンスありがとうございました。こちら、写真上がっております。すごいね、改めて。まあ、300億円以上かかるのわかるわ。これだけの木の厚みで組み立ててこれね。で、すごい大きさでしょ いや、美獣いい。肌綺麗。ファンデーションの色今日めっちゃいいと思う。メイクさん。うん。翔くん特に。かっこいい。やっぱ肌綺麗だね、ジンくんもね。キシくんも良かったよ。噛み上げるといいね。大人っぽくていいね。おろすと子犬でなんかワンワンした感じで若返るんですけど。いや、これね、ボンデだってあの、初めて、 公式のあれであの時のビジュもう本当にティモシー・シャロメかと思うぐらいもうかっこよかったですけど海外のなんか俳優さんっていうぐらいのかっこよさでございました。Thank you best hit 火曜祭2024ということで Born from 関西万博会場がこちらね日本とか世界のトレンド2位に入ってたわけなんですけど、まあ、ちょっとあのグループ同士であれしてもあれだけどやっぱナンバーアイのトレンドはやっぱグループ 別でも一番でも番しょう、ねうん、2位に入ってたのでね、すごいなと。こちら上がっておりました。かっこよきですね。もう 8K ぐらいのカメラで、スタティックでもう固定で撮ってもかっこいいと思う、これぐらいだったら。ここでちょっとダンスチャレンジとか撮らせてもらってさ、ショート動画上げて世界の方に見ていただきたいね。これもったいないね。国内のだけか日本の方だけでと思っちゃう。 やっぱリックだよね。リックオーエンスのパンツとシューズだよね。合わせ方めっちゃかっこいいんだよね、スタイリストさん。このさ、バーガンディのさ、レッドのジャケットとさ、やっぱもうほんとおしゃれお兄さんのブランドですよ。海外の有名、超有名ブランドでハイ、はい、ブランドリックオーエンス合わせていく感じ。ストリートも合わさって、ストリート感も合わさって。めちゃくちゃかっこいい仕上がりになっているんですよ。IMP も今回出て、まあ、他のボーイズグループとかも結構出て、 いい感じでございましたけど、8、スパイトとかも出たんだよね。乃木坂も出て、そう。なにわ男子も出て、まあ前の事務所のアーティストもね、20もベストヒット、今回、あれですね、USJ から披露。USJ 行きたいちょっと高くなっちゃったチケット私全然切ってないですけど。クルージング披露して、2025年のツアーも発表されて、顔認証が開始されるみたいなので、何倍も始まるのかなと思ったけど、玉森くんとね、 ダイスのボーカルの方のコラボもありましたビーファーも出てってっていう感じでございましたけど、やっぱすごいわ、ナンバーアイということで、皆さんの意見もお聞かせください。大優勝した。ちょっと胸元が少さんパックリ開いてるからさ、この喉を取るとき、ちょっと首の長さと肌のツヤ感、綺麗さ、セクシーさが、すげえ全面に出ておりましたね。ビジュアルやべえ、マジで。ジン君足長い、キス君顔って、もうスタイルを取ってもそうだし、 またさらにパワーアップした本を見せてくださいました。感謝でしか、感謝感激、もう大屋根リングっていう感じで終わろうと思います。少しありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。バイバイ。